はい。ということでね、ブラックオプス3コールブデュティー。ブラックオプス3。同じこと2いちまったや。ね。ゲームモードやっていきたいと思います。チームデスマッチだね。でね、このね、ナックル。このナックルね、この前9時でゲットしてね、ちょっと装備してます。で、今はこのアウトライダーっていうね、弓扱いのキャラクター。この子をね、あとちょっと で終わるからこのあとちょっとが終わったら、いろんなキャラの金明細チャレンジ、ようやく解放されます。うーんなるほどね。敵はそんなに強くないかな。うーん、このステージか。なるほどね。ちょっと抜けようかな。 もうちょっとやりやすいステージがいいね。あ、この、こういうね。あ、おこいつら弱いぞ。このちっちゃいステージだったら、この、あれだね。レーダーのやつ、ビジョンパルスタグ付けしたやつを、えー、2連続キルを2回。このチャレンジを、このステージで、やっていこうと思います。ね。ロビーラッキング、えー、全体的に、えー、個人個人の比率が見れるわけなんですよ。 えー、キルですね。えー、まあ、あれだね。平均ですね。平均に、平均で何体倒せるかっていうのが一発でわかるんですけども。そのロビーランキングを見る限り、え、俺より弱い奴らの集まりだったので、多分これのチャレンジでいけんじゃねえかな。どうすかな。こいちでいこうかな。ナックルダさ、ねうんクーダちゃん。サブマシンガンのクーダちゃん。アタッチメントはクイックのみ。 スキルをね、いっぱいつけたかったからね、この装備は。えー、装備はゴ、えーストに、スペシャルウェポンがたまりやすいスキルに、えー、おっと、武器が構えるの早くなるやつと、えっ、ー、と、いろんなやつに敵探知されないやつとかね、もうね、ビジョンパルト半分ぐらいまでいってたから、いいね。あ このビジョンパルスはあれね、壁越しでも敵のシルトがわかるってやつね。あのね、こういう狭いー、ああ狭いステージだとね、いっぱいタク付けできるから、タク付け施設を2人。2連続キル。2回。ああ、フラッシュバンコンカッションか。うーん、クラブ。うーん、殴られた殴られー,ダーいいね。 よし、ビジョンパルスが止まった。ナックルダイダーはね、あれでね、近距離戦で,で、まあ、飛距離はない。まあ、打撃武器、左にいっぱいいる。こいつらは竹付けしようか。しようかな。よし、3人。はい、ダブルキル。いけだ。あオッケー。これで1回ダブルキル達成だね。あといっくーい、あー危ねー。いる。お疲れ。ヘルソームまで行けた。 いらっしゃるあー横からすなられたエルストーム、うんうん、お前だはいゼロキルですえー、とキームブッシュをここに設置してとまたビジョンパルスがたまったねあと2連続キルを1回クリアできればタグ付けした2人をエンチャンで殺せればローリングスさんだっと さて,さてさてさてこのビジョンパルツ結構ね弱い敵にはもううってつけない感じだからねこの部屋はこの部屋で決めたいよねビジョンパルツいるあーあーああ俺のローリングサンダーで揺れてエイムがさてとうん入りても悪くはないねそこにいるあ仲間たか,かでしたよっ さて、どこでタグ付けしようかな。いや、あ、うん、うん、あぶねえ。今、二人いたから、ビジョンパラスでやろうか迷ったよね。迷って、その、考えた。ああ、時間で。ねえねえ。あ、フラグ。あぶねえ。お疲れ。右側でいっぱい集まってるね。はい、一人。 上にこいつを倒せばおーしいけたかいけたいけたよーし、お前らにはもう用はじはねえぞ。あとは俺の比率稼ぎにえー、じゃまたなこいつ比率稼ぎに、えー、お亡くなりになってくれればオッケー。オッケー。弱すぎるお前らは新兵か危ねえ、す、っんじゃねえよ。 だってビジョン、ビあらまあいたねさて、えー、チーム的にはまあまあ悪くない戦い方をしておりますけどもね俺はもうこの部屋で戦う意味を失いましたからねああ泣くんだいだお疲れああいらっしゃるーいっぱいいらっしゃったね サブマシンガンではちょっと、あのアサラトライフル軍勢にはちょっとかないませんでしたけども、そこら辺にいるんだろうどうせ知ってんだぞ、俺は。なかった。あ、はい。はい、あら、まあナックルタイダーね、出して今キルしたかったけども、いけるかナックルでいけるかいけるね。ダブルキル狙う。 ナックルダスターかナックルライナーじゃねえなさてと、いらっしゃいあら横から、うん、いいねいい比率だ3分の1おっと狙えなかったこのねチームの67ポイントの半分じゃねえな3分の1ぐらいは俺のポイントで占めているね、えー、6, 6対6の戦いのはずなんですがいらっしゃる ああ乱戦だなあそこタグ付けしたかったけど全然違うやつがタグ付け危ねえあありゅうあありゅか言っちゃったよさてとー早くゲーム終わらせてあとは弓矢のチャレンジが残ってんだよな 弓矢チャレンジさえ終われば、ようやくヒーロー金明祭チャレンジがで解放されるん今のは下手くそだったね。うーん、よくあるんですよ、俺。この、連チャンでキルできてて、調子いいなと思ってた矢先、連チャンで死ぬっていうね。ああ、いつグリッチに戻りやがったな。 いらっしゃるあー、ドラね。どんどんとレンチャンキルされてくよ。な、比率が悪くはないから、今のところは何の問題もないんだけども。さてと、おい、後ろを取るぜ。はい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 、ははい、はい、はいいお疲れ。いるね、ナックルだそう。あ、いる、あーん。ナイフで切られた。 さて、ビジョンパルスがまた止まったね。もう、あんまり、目に使う必要はないかな。開、はい、いた。あー、殺せなかった。どう映ってるかな、敵のキル画面には。あー、突っ込んできてるね。さてと、えー、チーム優勢ですね。もうすぐで勝ちますよ。敵がいる。でも、放置。こっちに敵がいっぱい,いそうだ。 あれ倒されてる。あ、終わった。うん。いい比率だ。30キルいいね。比率も悪くはない。ナンバーワンプレイヤー。うん。だいぶお芋ちゃんだね。このファイナルキルカメラ。恥ずかしいファイナルキルカメラでしたね。はい。ということで、ワンショットワンキル。えー、ルイジさんのクラムタグが輝いております。 ウィナーズサークルで、えー、俺のカレーがあるダンシングタイム。まあね、ビジョンパルスをね、やるためだけに、この部屋入ったようなもんですからね。次は弓矢チャレンジしていきたいと思います。このままレンチャンで行くからね。うん、危ね。ドラッさて、来るか。いろあろ、おうチックショー 割と敵が強えな、この部屋。お願いだ。弓矢だけを、弓矢で2キルさせて。弓矢2キルすれば、俺も終わるから。ああ,あ,あいる。ああ,あ,あ味方。さてと。 さっきの戦いと違って弓矢で行き過ぎだったか今のは。ポンポコンポコン打てば多分ダブルキルくらい行けたんじゃねえかな今の。さっきの部屋と違ってちょっと強めの敵だからな。あんまり段々だかだんだ進んでいけないんだよな。ましては弓矢だからな。狙われてる。いる。倒す。ああ、味方が倒した。ああ、どっから撃ってたのああ、そっから見てたのね。 敵の。低かった。こっちかな敵のリズムンチに突っ込んでいこうかな。うん、あっちだね。敵のリズムンチ。さてと、とナックル。上には味方が。あーファイヤーブレイクさて、弓矢が溜まった。行けるか居抜く犬く犬抜く犬いたあと1キル犬く外す あ、キルできなかった。爆破キルダメだった。相手フラッグジャケット着てやがったな。爆破ダメージを軽減させるジャケットを着れるんですよ。スキルでね。多分それでキルできなかったわ。普通の敵だったら多分いる,いる。見闇に行かない。よ、音。あ、やっぱり。くそー。くそ、慎重しすぎるかな。 いや、だって緊張するしさ、慎重になるよね。あ,あこっちじゃないな。あっちか。あっち密集してんな。うわ、ファイアブレイクがいるよ、また。ナックル上にいる。そして降りてくるの知っている。<laughs> バカフが。さてと、とここで待ってれば、たぶん通りがかりに。あっナックル 逃げたねさて、下にナックルいる。あ右手にいたな。あー、危ない。畜生。右手にいたの。見えたけど、反射的に左に行ってしまった俺。なぜ撃たなかった悔やまれるね。いるー。あ危ねー。さてと、こっちに来ない来ないね。超上で撃ってるけど。 あチラミだ。はーい、お疲れー。さて、弓矢がようやく溜まった。ここでダブルキルいっときたい。んー、来ないか。来ないか。来そうにもない。右か。右から来るか。来ない。<laughs> さて、と、どうしようかな。上から狙って、あ、ダブルキルいきたい。あー、行く前に殺された。ちくしょう、また弓矢貯めるところから始めるのが。 このゲームで弓はダブルキルちょっといけねえかもなあ,あんまりあいるあははは見られてたあようやくよく今の一瞬で俺を見分けたなすげえ反射神経だどうせあのロボットが、えー、敵のナンバーワンプレイヤーかなさて敵のレース持ちに使ってきたよ はい、お疲れ。もう一、青早くね、このロボットの反射神経。反射神経早すぎでしょ。もっとそのね、反射神経別のとこで使った方がいいと思うよ。こういうゲームじゃなくてね、もっと社会に役立つところで使うべきだよ。ナックル。いいね。いる。あー、下手くそー。あー、またロボットだよ。くそったら、あのバッテリーとロボット、セットでいるな。いる。 倒した倒したね。あ、わざわざね、えびっくりしたー。迷彩野郎がいったな。あの迷彩全然やっぱ見えねえな。音がたまに聞こえるんだよね。迷彩のジリジリジリって音が。それ聞こえたら、いやいやかいって感じ。俺がね、たまにナックルでね、わざわざ敵、武器切り替えて倒してる理由言ってないね。銃はね、音発射するとね、あー、 ミニマップに赤色の表示がね、出ちゃうんですよ。左上のね、ミニマップ。あの赤い点が出てるのは敵が銃撃ったよーって感じのマーク。だから、あはーあはー,はー,はー銃撃つとダメなんですよ。あの赤色の点を出さないためには、えー、サプレッサー、ブギーにサプレッサーをつけて、危ない、下がる。 わそこにいらっしゃったのねサプレッサーをつけなきゃいけないんだけども、えー、この武器にサプレッサーはついてないので、まあ、2位でつけれるんだけども俺がわざとつけてないので、えー、射程距離がね短くなっちゃうからわざとつけてないから、えー、ナックルライダーでね敵を殴るこの殴ると敵のねミニマップには表示されないんですよだからねサイレントキルができる はいお疲れ。いる。はいお疲れ。さて弓矢が溜まったぞ。ここでダブルキュールを狙いたい。このゲームがもう終わってしまうからな。いないな。そこらへんにいるな。いないいる。狙う。撃つ。あメサイあ、い。けたいけそう。いけたよ。いけたよ。来たー敗北したけど来たよ やったー長い戦いだったねマジでああ,あ,あめっちゃ高かったあ,あでもねまだ終わりじゃないんですよああようやく ようやくスタート地点に立ったって感じなんですよ。えー、長い戦いでした、えー。9人のスペシャリスト800キルして、各スペシャリストのアタッチメントじゃなくてスペシャルウェーポン、スペシャルスキルで2連続キルを達成とかいうね、チャレンジ全部終わらせました。全部終わらせたことによって、各スペシャリストにさらに金明細、金色の服装ね、 金色の頭のまあ帽子とか、金色の服を解放するための、今度もう一個チャレンジが解放されたわけなんですよ。これで解放されてるはず。きたこのね、左下のやったね、ヒーロー迷彩。見て、これ。今のチャレンジをやると、こいつの金迷彩。 で、俺が一番欲しいのはこのアナイアレーター持ちのこのアンロック解除したい。全部で、ね、金明細ヒーローチャレンジが解放されたから。でもね、これ結構やっぱヒーロー明細はね、クセモ者なんだよね、解放するための。1ゲームで確か6キル、6キルだね。うん。1ゲーム、まあ、 死なずにとかじゃないけども、まあ、こいつは簡単かな。おっ、6回とか言ってたかな。ね今後しばらくこのセラフの女を使っていこうと思います。アナイアレーターでね、このアナイアレーターで6キル6回をやっていきますのでね、また今度見てちょうだい。じゃあ、お疲れ。